難しいんですが、風評としていた J1 に戻るということは、かなわなかったというふうに思われてしまうんだけども、自分なりにチームのために、全てを大切なようなふうには思いますし、得点を取れたというふうに思いますので、そういう意味でもね、得点を新潟に呼んだというのも、新潟には貢献できたのではないかなというふうに思います。この J2 リーグでの得点王というのはやはり目標達成といったところでしょうか。